皆さんこんにちは。4月にデビューしました本田歩夢です。今回の6月1日の後楽園ホール、福田選手に決まりました。本当はですね、今回の後楽園ホール代表と一緒にやりたいなんてアピール、ツイッターでアピールしたんですけど、そこに福田さんが入ってきて、なんかあるよあるよと、なんか福田さんとやることに決まりました。まあ、福田さんとはK メタルで、負けた借りがありますので、今度の6月1日の後楽園ホール、福田さんにその借りを返したいと思います。絶対に勝ちますので、福田さん後楽園ホールよろしくお願いします。6月1日頑張ります。本田歩夢でした。 Hello Japan! 後楽園ホールどうだい、よしやバンビー。九州から俺の友達のじっちゃん来るんだよ。じっちゃん、まあ、じっちゃんってほどの年でもねえかな、でけえぞ、でけえでけえ、すげえぞ、でけえじっちゃんでけえじっちゃん、なあお前、豊島、柏、お前らダメじゃねえぞこの野郎。え、おい、俺らジジイって言ったな、おい、そのジジイに負けんのはお前らなんだよ。また会おうぜ、ベイビー。ウォン。6月1日、後楽園ホール。このベルトの次の挑戦者はザ・グレート・サスケですよ。ちょっとですね、困ってるんですよね。自分の本音を今ここで明かせば、コミッショナーから提案されまして、前回の、10周年大会の防衛戦の後、誰の挑戦でもいいと軽い気持ちで言って、皆さんこんにちは。4月にデビューしました本田歩夢です。今回の6月1日の後楽園ホール、福田選手に決まりました。本当はですね、今回の後楽園ホール代表と一緒にやりたいなんてアピール、ツイッターでアピールしたんですけど、そこに福田さんが入ってきて、なんかあるよあるよと、なんか福田さんとやることに決まりました。まあ、福田さんとはK メタルで、負けた借りがありますので、今度の6月1日の後楽園ホール、福田さんにその借りを返したいと思います。絶対に勝ちますので、福田さん後楽園ホールよろしくお願いします。6月1日頑張ります。本田歩夢でした。 Hello Japan! 後楽園ホールどうだい、よしやバンビー。九州から俺の友達のじっちゃん来るんだよ。じっちゃん、まあ、じっちゃんってほどの年でもねえかな、でけえぞ、でけえでけえ、すげえぞ、でけえじっちゃんなあお前、豊島、柏、お前らダメじゃねえぞこの野郎。え、おい、俺らジジイって言ったな、お前、おい、そのジジイに負けんのはお前